北朝鮮が弾道ミサイルを発射日本海に着弾産経新聞によりますと本日北朝鮮が午前5時34分と57分に日本海に向けて新型弾道ミサイル2発を発射したことが明らかになりましたこの弾道ミサイルは高度50キロに到達し430キロ飛行して日本海に着弾したとされております こちらは北朝鮮が開発をしたロシアの短距離弾道ミサイル、イスカンデルに酷似した新型ミサイルではないかと見られておりますが、このミサイル、迎撃が非常に困難であり、核弾頭の搭載も可能で、こういったミサイルが実戦配備されてしまいますと、北朝鮮が 韓国などに対して完全な核攻撃能力を持つことになってしまいます。また本日別の動画でもご紹介いたしますが、北朝鮮は弾道ミサイルが発射できる潜水艦を開発、建造し、配備しようとしていることも確認されております。 日本政府にはこういった北朝鮮が開発しているミサイルが日本の脅威とならないように情報収集と対策を行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。